はい、ではポケモン続きやっていこうと思います。では今回はスターダントの再戦からですね、いきましょうか。もうシュウメイ君は毒使いだから何がいいんだっけ。あ、ジューダスか、地面タイプかな。あ、そっか、あ、違う、ヤガミさんがおるやん。じゃあ行くか。じゃあ行きまーす。これはムンドの終わりと一勝負交えるでござるか。はい、色よい返事に感謝でござる。真剣勝負は相まみえようぞ。あー、もう好き。赤と取らないのね、帽子は。はい、お願いします。スカタンク、あ、やばい、エスパー効かんやん。はい、我は実力宮でござるよ。さあ、やばい、ダブルアタックでどんぐらい持っていけるかな。不意打ち、おお、いいねいいねいいね。うん、お、いいねいいね。次で倒せそう。引かねえよーって。あんまりだよね。今回ポケモンねえ、もうトレーナーあまり特性を知らないというか、そこまで AI に学ばせなかったのかな、作るときに。ねえ、ブロロローム。ブロロロームは、あー、でも、え、ホイールスピン。何タイプだっけ、ブロロローム。お、素早さが下がる。最近慣れないや。弱点やないんや。なんか頭がめっちゃぼーっとしてるの今、あ、どひどいで、はい。あ、トーチカやん。え、なんかどひどいであれだな、冷凍やってた時使ってたな、懐かしい。はい、どひどいでって何世代のポケモンやっけ。で、XY 違う。いや、なんか割と最近の方の子よね。あ、次はベトベトン。アローラベトベトンでもええんやで。通常ベトベトンやな。ほら、アローラベトベトンは悪毒だったっけ。カラフルなやつね。お、これは楽勝か。え、ドラミドロー。毒ドラゴン。毒ドラゴンよね。あ、新さん、謎気にござるな。ドラミドローって、ハサク先生も使ってなかった。倒します。じゃあな。ありがとうございました。レベルも結構ちょうどいいね。ありがとうございます。血のりは人の輪にしかずでござったか。我の方が学ばせてもらったか。いやはや、お疲れ様でしたでござる。あ、じゃあ次行こう。次誰にしようかな。ビワちゃんのところでも行くか。さて、じゃあ次はビワちゃん行きますか。まんちゃん、こんにちは。まんちゃんで私とトレーニングしたいのかな。やりましょう。もちろんいいよ、本気出させてもらうね。ではビワちゃんいきます。怒りづらい、そう、格闘タイプだよね。かわいい。ビワちゃんいい子なんだよな、見た目怖いけど。うわ、押せるよね。え、この夜猿使ってくんのビワちゃんだったっけ。残り猿でしょ。次はルカリオか。ルカリオ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 。
大丈夫かな。え、鋼と格闘やんな。ルカリオもあれだよね、登場してからさ、ずーっといるよね。どのシリーズにもいるような気がするわ。ちょっと待って、これ死ぬんじゃない？一番最初なんだっけ、あれ第4世代だっけ、ルカリオって確か。そうだよね、ダイパの時以来多分出ずっぱりじゃない。悪の波動厄介だね。次はドクロック。はいはい、あれドクロックってあれ悪毒、あいつ違う、格闘と格闘毒か。じゃあ大丈夫かな。ほんとポケモンのタイプとか分かんなくなってきて、危険予知。あ、大丈夫だね。あ、じゃあ待って、あ、よしよし、不一なら大丈夫やな。ポケモン皆さんアニメ見てます？新シリーズ始まったよね。え、なんかまだ見てないんだよな。なんか1話ね、途中まで見てたんだけどね、なんかね、もう眠くなって寝ちゃってね、それから見てないんだよな。なんかパルデア行くらしいじゃん。なんかもうそのうちなんかちーちゃんとかね、出てきそうだから、そうなったらね、ちょっと見たいなとは思うけど。よし。あ、やっぱりこのヤザルか。え、このヤザルって、え、ゴーストと、格闘？いけるか？あ、いけるわ。あ、ちょっと待って！おいー！すごい見た目してな、このヤザル。クラウドかな。いや、なんかあれだよな、ポケモンさ、なんかさ、なんじゃもちゃんのフィギュアとかいいさ、味しめてるよね。なんかトレーナーで売り出せばウケるみたいな。どうなんだろうね。まあでも私もチリちゃんのことが好きな身としてはあまり言えないけど、まあでもちゃんとモンスターをね、大事にしてくれるんだったら公式は全然いいけどね。まあ、ちょっとさ、一抹の寂しさもあるけど。ビアちゃん、よし、じゃあ次行くか。次はどうしようかな。最後メロコちゃん行くかな。どうしよう。はい、じゃあ、今回っていうか、まあ、これで最後にするか、ピーニャくんとバトルやって今回終わりにします。僕と勝負していくっしょ、はい。お願いします。ノクターズね。マークですからね。まあまあ、フェアリーでぺちゃんこよ。一日一回らしいね。スターダーの子たちと戦えるの。あ、ニードルガード。ちょっと待って、これ、大丈夫か？お！おー、だよな、だよな。やっぱりダメージ受けるよな。よし、ニードルだもんね。ワルビアル、ワルビアルで、個人的にね、チリちゃん使ってほしかったわ。毒地面じゃない、悪地面だよね。って思いません？自信、うわ、ちょっと待って、鋼やから、わあ、やりついて。次、
ドドゲーさん、あれか、あの、おもだかさんが使ってるキャラよね。ドドゲーさん、いまいちタイプわかんないんだよな。でも、アクと、鋼かな。あとは、自信通るかな。切り刻んがそうだよね。鋼入ってるもんね。あ、そうだよね。手を抜いては得にならないし。土下座だ。ひゃっ。え、技面白いね。土下座して切るっていう。ドドゲーさん、あの、特性が厄介ですよね。さあ次、ドンカラス。ポケモン DLC 結構っていうか、もうちょっと先だもんね。どうにかしてなんか再戦するためのアップデート入ってくんないかな。ね、今のとこ戦えない NPC ともさ、って思いません？あと私もう毎日ちーちゃん会いに行くんだけど。マフィティフ。え、マフィティフって悪入ってんの？あの子。マフィティフ威嚇。まあ、アクロバットとかで攻めていけばいいか。ほら。あー、あ、ちょっと待って。いや、なんかさ、結構、みんな氷技持ってない？なんで？クラウドと対面する子。あやさでよかったわ。ありがとうございました。よーし。残すスターダム、あと一人やな。メロコちゃんね。やばすぎっしょ。お金がうまーい。逆にレクエも聞かされちゃった。ということで、じゃあ今回はここまでにしといて、次回は、メロコちゃんとのバトルからやっていこうと思います。